マツランチャンネルハギです。今日はですね、ナイキのリアクトシリーズについてね、ちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。まあ、リアクトシューズのレビューっていうよりかは、まあ、今後のリアクトシリーズどうなっていくのかと、まあ、僕自身ね、リアクトシリーズこうなってほしいなって思いも込めてね、お話ししていきたいなというふうに思います。で、なんでそう思ったかって理由があるんですけども、今現状ね、ナイキのリアクトシリーズでいろんなモデルがこう発売されてるんですけども、まあ、手元にあるのがね、ナイキの初代と、ナイキリアクト2があります。まあ、オデッセイとかね、エピックとかいろいろモデルは出てるんですけども、まあ、初代と2が発売されてるわけですよ。となると、まあ、僕も気になってるリアクト3って、じゃあ出るのかなっていうところを気になってるんですけども、そんなタイミングで今回、ナイキリアクトインフィニティランっていうね、同じリアクトの冠はついてるんですけど、インフィニティランっていうね、もう全く別のモデルみたいなものが発売されちゃったわけですよ。で、かつ、ターゲット層がね、過去のリアクトと全然違う。なので、あ、そのままそっちの方にリアクト行っちゃうのかなっていうに疑問に思ったのでね、今回ちょっとお話ししてるんですけども、そもそも、リアクトがね、最初出た時、まあ、将来が出た時って爆発的な人気があったわけですよ。で、理由としては、ランニングシューズっていうよりかは、ランニングもできる。シューズっていうところの位置づけで、まあスニーカーによったデザイン性の高いシューズとして打ち出してたのでね、結構人気があったと思います。で、僕の周りも当初はね、みんな履いてた印象がありますよ。いろんな色を履いてね。で、かなりデザイン性が高いので、やっぱ普段にも履けるし、まあ僕もね、旅ランの時とか、出かける用事がある時とかね、ランニングの後に出かける用事があったらその時に履いたりとか、いう風に工夫をしていて、まあそんな風にね、使ってる方が多かったかな。まあ出張ランとかね。使ってる方が多かったなっていう印象があり、まあターゲットとしてはやっぱそのランニングもできるっていうところをねターゲットしたと思うんですけども、今回発売されたインフィニティラン、もう完全にランニングシューズなわけですよ。で、打ち出してるのがこう怪我ゼロを目指すっていうところで、かなりね機能性にこだわったねところでシューズが発売されていて、僕も実際走ったんですけども、めちゃめちゃね足の接地の感覚はいいです。フィット感もいいし、とにかくね安定性がやっぱめちゃくちゃ高い。ここのねソールの幅が結構広くて、まあ、前から見てもここがはみ出るぐらい足幅が広くて、フィット感よく、まあ、接地の安定感かなり安定したっていうところで、打ち出していて、まあ、ランニングシューズで十分使えるシューズだなっていうふうに思っていて、となると、過去のリアクトのモデルともう狙ってるところが違うわけですよね。まあ、もちろんこれランニングもできるんですけども、接地の安定感はそんなにやっぱ良くないし、こうフィット感もそこまで高くないので、ランニング専用シューズとしてやっぱ使いにくかったなっていう印象があるんです。で、今もね、初代とか、初代はね、ちらほら見るんですけども、ナイキのね、リアクト2履いてる人ってやっぱそんなにいないなっていう感じがするんです。あんま見ないですよね。珍しいなと思うんですけども、じゃあなんでそうなったのかなって思った時に、ナイキの初代と2の差がよくわからない。差がない。っていうところだと思います。もちろんね、デザイン性は変わりましたよ。デザイン性は変わったので、2の方が可愛いから2を買うって方はもちろんいると思うんですけども、機能の面でアップデートしたかっていうと、正直ね、僕はね、してない感じがします。もう変わらない。で、いい面で言うと、初代のリアクトの精度が相当高かったっていうところをね、いい言い方をすると、そんな感じかなっていうふうに思います。なんでわざわざ2が発売されて2に履き替える必要性がない。2が出たら1が安くなるんで、1でも十分機能はあるし、デザイン性も結構高いので、まあ1で十分だろうっていうところで、まあ2が結構スルーされちゃったのかなっていうところがあると思います。で、となると今後じゃあどうなるのかっていうところですよね。リアクト初代と2が出て、まあ3が出るのかどうかとインフィニティランが出たちゃったので、どうなるかっていうところで、まあ僕の予想とこうなってほしいなっていう思いがあるんですけど、正直ね、インフィニティランはね、めちゃくちゃいいシューズだなっていう感じがします。とにかく安定性があるから、もうランニングシューズとして、もう特化したものとしていけるので、まあ、今後もね、機能性を、十分活かしてね、インフィニティラン2とかね、新しいモデルをどんどん出てほしいなって思うんですけども、あと、リアクトの位置づけってどうなるのって思うじゃないですか。だけど僕の思いとして、やっぱ当初、デザイン性に特化して、可愛いシューズとしてランニングもできるし、そのままスニーカーとしても使えるっていうところがやっぱ良かった点なので、僕はね、そっち側にやっぱ特化してほしいなって思うんです。なんでもうちょっと奇抜性のある、シューズを作るとか、カラーリングとかね、ナイキの得意な奇抜なものとか、まあ一部ね、こう、いろいろコラボシューズとしてリアクト出してるんですけども、どんどんいろんなものとコラボする、いろんなデザイナーとコラボして、ちょっとデザインによりもっと特化して、ランニングっていうよりかは、こう、スニーカーにどんどん寄せていってほしいなっていう風な、
思いがあります。まあ、それでね、リアクトの1、2、3と、まあ、インフィニティ系のランニングシューズのリアクト。まあ、もっと街履きに使えるような、ランもできるようなリアクトが1、2、3っていうモデルで続いていて、まあ、ランニングに特化したリアクトシリーズはインフィニティラン系で、こうやっていくっていう感じでね、やってほしいなって僕は正直思ってます。僕はね、個人的にね、リアクトのデザインが結構好きなんですよ。この感覚。クッショニングがやっぱすごいし、スニーカーとしてはもう最高にいいですよね。デザイン性高い。まぁ、ちょっとスポーティーな格好とかにやっぱいいし、このカラーリングとかもね、今の時期春の先とかもね、かなり可愛いので、まぁ、ぜひね、なくなってほしくないな。この感じだとね、リアクトシリーズがなくなりそう。ワン、ツー、スリーのこのモデルがね、なくなりそうで怖いので、ちょっとね、そんな思いも込めて、まぁ、どうなるか。皆さんのね、意見もぜひ聞きたいなと思います。インフィニティランがね、かなり精度が高くて、性能がいいのでね、あっちにちょっと走るから、みんなね、あれの人気は相当高いと思います。相当売れてるなって感じがするのでね、もうどんどんこれからね、インフィニティラン系のシリーズが人気出ちゃうのがね、僕自身としてはちょっと怖い。これがなくなってほしくないなって思いも込めて、皆さんもね、ぜひ意見を聞きたいなというふうに思いますんで、まあ今後ね、出てほしいなって思いも込めて発信させてきました。皆さんの意見もね、ぜひいただけたらなと思います。